はいどうも、サオでございます。今日も見通しはね、やっていきましょう。今噛んだ気がするけど、やっていきましょう。でね、今日は、まあ、アップデート来たんですが、まあ、やっていくのはもちろんこちらのね、攻略になります。マーザンダルですね。顔が3つある変な巨人です。で、こちらね、戦闘力キャップが初めて3万以上いったのかなって思いますね。で、限定防具装飾がゲットできますので、限定防具と装飾まず見ていきましょう。あ、どこで落ちるかやってないですね。基本的にレベル3ね、回れればね、全部落ちるんですよ。これ確か。まあ、で、回れない人もレベル2、レベル1やれば、まあ、石50個の差ですからね。もらえるんですけど、10回分石が5個。ただ、まあ、クリアできないところって、まあ、1と2を周回できればいいのかなって思うので、まあ、戦闘力が2万8000ぐらいあれば、2万5000ぐらいでもいけるか。あれば、まあ、防具が回収できると思います。まあ、レベル1で、上の装飾、下の装飾、レベル2で頭装飾、防具って感じになってます。で、3は全部落ちますと。ドロップ率いいのかね、ちょっと微妙で、ですけどね。というわけで、1、2、3クリアしてるんですが、まあ、ちょっとエクストラやってないんですけど、後で回収しようと思ってます。防具の性能を見ていきましょう。装飾はいつも通り HP アップです。非 HP 回復量が増加する。うん。メインで使う防具ではないです。これはどういう風に使うかっていうと、まあ、現時点での話ですけどね。補助。補助にね、ミトラの代わりに、敵がね、非属性のクエストだったら、敵が貴属性だったらね、耐性がつきますね。で今俺、貴属性受けやすいになってますけど、まあ、ミトラが、闇に耐性持つ防具なので、結構補助に今ミトラ入ってると、ダメージ耐性 23% 闇についてます。で、これを、ここをね、この枠を全部、今回の、防具にしてもらうと、キエの耐性が上がりますよってことですね。まあ、メインで使うにはちょっとパッシブが弱いです。ミトラの方が強いですね。というわけで、じゃあ、肝心の攻略ですが、まあ、現在ね、ちょっとガチャ引けてないので、響きないです。むしろ水多いんじゃねえかみたいなところなんですが、まあこれでも大丈夫ですね。ドマージュないし、まあ、戦闘力もね、3万あればいけると思います、今回は。割る必要性は石だけですね。ドロ率が若干いいかもしれませんが、とつることはね、下でもできますと。で、アタッカーの役割なんですが、まあ、基本的にアタッカーというんで、攻撃なんですけど、まあ、アタッカーの人は、避ける攻撃と、避けなくていい攻撃っていうのをね、見定めていくと。で、このセリフない時は、単体攻撃なので、敵の文字が赤字出なければ、攻撃します、アタッカーは。で、隙を見てバフを貼って、これ魔力王は、列攻撃です。これ後ろ来ても、全員に食らっちゃうかな。後ろにいるから。だね。まあ、これは50死いないので、しょうがないです。全員下がった方がいいです。一掃するは、全体攻撃です。これ避けることできませんね、多分。まあ、これね、結局、剣術でご利用しできちゃうんでね。あ、魂を食うが一番気をつけるべき攻撃です。これ後ろに下がっ、あー、列に、1にする技です。前に1人いないと全員1になっちゃう。っていう攻撃ですね。これはもう一人ね、避ける人決めてやってもらうか。まあ、ノラだと、誰か前に出てがちなので、意外と自分は1にならないんですけど、一人一人攻撃されるときついので、まあ、ここで正道士の人がね、まあ、誰かしら前に出ちゃうだろうと思って、その人を見ておくと。KKK は、全体攻撃。結構食らうんだよね、これ後ろにいないと。でね、もう敵の攻撃始まったときはもう、攻撃当たった判定なので、ガンガンその時は攻撃しちゃっていいんですよ。ドゥーン。まあ、どういうことかって、また竜神化使った。まあ、敵がもう、行動始めたらもう、後ろにいたら避けられてるんで攻撃すると。で、これ、ダメそうなんだけど大丈夫？KKK 全体攻撃。覚えてください。記憶ゲーです。まあ、ヒーラーがいればね、倒せますからね、これ。二人でも倒せましたから。意外と強い攻撃がない。1にするだけで死にはしないんで、
ささっと回復、知っておけば勝てると。で、敵のターゲットとかセリフを見て攻撃していくと。それだけですね。霊気をよこせはバフです。これでね、防御がね、上がっちゃうんですよ、敵の。で、おいセイサー。これは HP 半分回復、50% 分回復です。一気に回復します、こっから。で、これが起こる前に、火力高い方たちならクリアできちゃうっていうね、ゴリ押し戦法がありますね。ゴリ押しっていうか正攻法ですけどね、それが。はい、一気に回復しました。まあ、こっからですね。でも今回のね、優しいところは、あ、やばい、前出ちゃった。まあ、今回の優しいところはね、非常に回復する。暇がある。生同士の方が。一人でもこなせる。そこが非常にいいところだと思います。なんか喋ったら後ろに下がるでいいと思います。で、バフがね、ありますけど、力をよこせみたいな感じのやつは攻撃していい時ですね。で、響きなくても、まあ、適当にミトラでやればなんとかなります。ただ、響きあればもっと早いですよっていうね。まあね、3万超えてるんで皆さん、上手い方ばっかりだと思うので、なんとかなります。それこそ。もうこれいけますね。俺がミトラ撃てればもう100勝てます。あ、勝てた。強いですね。まあ、こういう感じでございます。アタッカー色は。ドロップ率いいのかもしれないですね。はい、で、聖道士の、立ち回りですが、基本後ろです。今回も。ずっと後ろ。で、攻撃を受け始めた人をね、タゲして、回復していくと。でね、まあ、マルチでね、意思疎通できるとき、タゲられてる人誰ですかって聞けば、誰回復すればいいか分かりますからね。それでこのアタッカーの方、回復しておきましょう。おっと、いきなりですか。なんでそんな早かったんだろう。蘇生しろ、無理か。じゃあこの魔法使いの方、回復させながら、蘇生したいところ。ブーストして。基本的にね、聖道士はブーストしてから、クリスタルシリーズでブーストしてから、回復っていう流れになりますね。なんで、スキルレベルも上げておきたいのがクリスタルですね。なんでさっきいきなり死んだんだかな。死んだんだろう。で、聖道士の人が気をつけるべきなのは、魂を食らうです。で、前に出てる人を回復しないといけないです。で、誰も前に出なかった場合も考えて、竜神化は残しておく。これですね。魂を食らう空かもしれないですけど。で、これ前出てる人いるので、一気に回復させますと。ちょっとテンパってよくわかんないんで使っちゃったんですけど。とりあえず回復できれば大丈夫です。で、意外と回復する暇あるんですよ。これ。ちょ、回復量少なすぎん？気づいたけど今。ああ、そんなことなかったわ。え、なんであんな低いんだろう、これだけ。そんなもんか。まあ、とりあえず、聖道士は、このアースクラブで、アースクラブとクリスタルは重複できるんで、バフは。まあ、下手くそだな、聖道士の解説。とりあえず魂を食らうをね、乗り越えれば大丈夫ですね。で、これ使って、これ使って、で、回復するとね、これ重複されるんで結構回復しますね。わーってほら、めっちゃ回復しますね。勝手に竜神化を使うな。おっと、上の方が死にそう。回復。
やっぱブーストをしとかないときついんだよね。よいしょ。全体回復。まあ、敵の攻撃に対して、反対の行動をするっていうのも役割の一つですね。敵が全体攻撃してきたら全体攻撃すると。復活できねえな。ちょい待っててくれ。あ、ナイス。ありがたい。下手くそだから回復してくれましたね、僕が。ん、僕が下手くそだからですよ。いいしょ。あ、勝手に使うな。ほんとこの仕様どうにかしてほしいんですよね。2回目以降の竜神化勝手に使っちゃう。これ魔力を列攻撃だということで全体攻撃をすると。とやってる間に終わってしまいましたね。まあ、ちょっと正当手の慣れてないのでもたついてますが、意外と回復する暇あると。まあ本当さっきの中盤で言った行動に、敵の行動に合わせてやるっていうね、いつも通りの攻略法なので、そちらね見ていただければ、3万あれば今回は勝てるクエストだと思います。今回はね、以上になります。頑張って剣突してみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。